こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は5年生の社会工業生産を支える輸送と貿易についてお話をします えー、この単元もグラフを中心にね、グラフの読み取りを中心に授業を進めていきたいと思います。えー、ただ、この前のところの工業の、ねえー、ところや自動車のところ、えー、ここでねグラフの読み取りの基礎はある意味徹底的にやってますから、ある程度読めてるということを前提にね、ね、えー、授業を組み立てていこうと思います、えー。まず輸送についてなんですけれども、まあ、貿易については、 港港や空港の貿易額というそこにグラフがありますこれも適当に私が作ったものですので、必ず教科書のものを使ってくださいね。まあ、この資料を読み取れれば大体いいかなというふうに思っています。まず、港や空港の貿易額のグラフを見て、分かったこと、気がついたこと、思ったことをノートに書きなさいと、もういきなり読み取りに持っていってしまいます。まあ、成田国際空港がね、1、えー、番だとか、ね。 えー、東京が2番あの3番なのでびっくりしただとかって、いろいろ出てくると思いますね、まあ、ちなみにね、ここも面白いところでね、名古屋港がなんで1番かっていうと、これはね、自動車の輸出額が、ね、大幅に伸びて、そして中京工業地帯が今、1位だということとも関係してきてますね、こういうところも触れてもいいんですが、まあ、あまり時間をかけるところではないと思いますので、どんどん行って、まあ、外国にはどのようにして製品を届けていますかと、グラフが読み取れればね、船と飛行機、すぐ分かると思います。 え続いて成田国際空港名古屋港東京港横浜港神戸港を地図帳で調べて丸で囲みなさいこれはね、必ず入れてください地図帳を開いて見つけて丸をつけることによってこの周辺の地図を見ることができるんですよね,、えー、ね工業地帯がいっぱい工業地帯の中心になるだとかね、えー、大都市の周辺だってことがもう開くだけで分かってきます そして最後、飛行機ではどのようなものが運ばれていると思いますかと。精密機械とか集積回路、まあ、高額な電子部品なんかが飛行機で運ばれているわけです。ですから、額が、ね、大きいんですね。このところをしっかり押さえれば、まあ、貿易についての、ね、輸送方法については、大体これで概ねいいかなというふうに思います。続いて、国内の方に行きたいと思います。国内はです、ね、貨物輸送の変化というグラフがあります。これを使いたいですよね。 これもね、もういきなり読み取りから入って、貨物輸送の変化のグラフを見て、分かったこと、気づいたこと、思ったことをノートに書きなさいと、こういうふうにいきたいです。まあ、これ見ればね、えー、国内の貨物輸送っていうのは、鉄道と自動車と船だということはすぐ分かると思います、えー。その上で取り上げるとすると、やはり変化ですね、日本国内の貨物輸送はどのように変わりましたか、これは自動車が圧倒的に増えたんですよね。 続いてね、自動車での貨物輸送が増えた理由を2つ考えなさいと。これは都口から都口、生産者から消費者のところへ直接届けることができるっていうのが、えー、自動車の最大の利点ですね。そして、きっと子供たち気づかないと思うんですけど、もう一つが道路網の整備です。まあ、私のように60年も生きてますとね、本当に凸凹道の時代から、もうすべてがね、舗装された時代。 えー、この間ね、道路が次々整備されていくのを見ました、えー、福井県で言えばね北、北陸自動車道が開通するっていうのは画期的な出来事でしたね。 まこういうことをね、見ている私にはよくわかるんですが、子供たちはもうすでにね、完成された、ね、こういった道路もの、完成されたところで生活してますから、ここをしっかり押さえておきたいところですね。えー、それからですね、CO2 の削減問題でいうと、一時モーダルシフトっていう方法が非常に注目を浴びました。10年ぐらい前だったと思いますね。これは自動車っていうのはどうしても二酸化炭素の排出が多いので、 船や飛行機と組み合わせて使用質の排出を減らそうというような活動でね、当時、盛んにテレビなんかでも取り上げたんですけども、今調べてみると、どうも思うようには進んでいないようですね。やっぱこの連携の部分がうまくいかないというのが原因のようです。まあ、こういったことも、ね、豆知識として頭に置いておくといいですね。これ、モーダルシフトで検索かけていただければ、すぐにお分かりいただけると思います。 2時間目は日本の輸入の特色を学習させます。ここでは2つの資料を扱います。1つが世界地図に示した日本の輸入額という形のものですね。ちょっと私は矢印で書いてあるものなんですけども、もう1つが輸入品の取扱額の変化。中心として扱うのはこのグラフになるかと思います。 えー、なおね、この資料、また何度も言うんですけども、適当に作ったものですので、あくまでもね、教科書のものを中心に、授業を進めていただきたいと思います。えー、さて、まず世界地図の輸入額の、ねえー、資料なんですけども、まず最初に、輸入とは簡単に言うとどういうことですかと、とこの用語の解説、非常に重要です。外国から物を買うこと。 そして、ですねそれぞれの国からは何を輸入してますかノートにまとめなさいと、これ、資料に書いてあるといえば書いてあるんですけども、もう一度整理させることによってね、理解が進むと思います。例えばオーストラリア、これはですね石炭も買って輸入してますし、天然ガスも輸入してますし、鉄鉱石、小麦と、ね、だから日本にとっては大変重要な輸入国であると。 ね、いうことが分かり、ねまあ、子供たちにも分かってくると思います。このような整理を一回させたいと、えー。その上で輸入品の取扱額の変化と。で、えー、一番最新のね、2018年の主な輸入品は何ですかと。3つ書きなさいと。まあ簡単ですよね。えー、原油などの燃料と機械類と化学製品。まず基本的な読み取りを1つ入れると。 え続いて輸入額の割合が最も増えたのは何ですかとこれは機械類ですね。日本は工業、ね、国なのになんで機械を輸入したい、してるんでしょうというところから、機械類の輸入が増えた理由は何ですかと、こういうふうに聞いてみたい。これはなかなか難しいかなと思うんですけども、まあ、 まあ日本企業がグローバルな展開を始めたと、それから安い人件費を求めて、生産拠点を外国に移したというような点もありますよね、そして外国のね技術力の向上ということももちろんありますね、ですから外国製品の一番の理由を挙げるとすると、安くて比較的良質な機械部品が購入できるようになったからというところを、まあ、これは教師の解説が必要だと思いますね。えー、さて次です えー、ここにね、あえて赤い矢印を1本入れました、1980年のところです。ご覧いただけるとわかるように、原油などの燃料額がほぼ50%に達しています。さあ、これ、何が起こったのかということですよね、えー。このように極端な変動が起こったところには、必ず重要な社会事象が含まれています。 何が起きたのだと思いますか、まあ、子どもたちは難しいと思うんですけども、これは第2次オイルショックですね、第1次オイルショックが確か1973年だったと思いますので、2度目のオイルショックが起きたわけですよね、これは解説がいると思います、石油の値段が3倍ぐらいになったんだよということを説明して、さあ、石油の値段が3倍ぐらいになると、日本でどんなことが起きましたかというふうに聞いてみたいと。 まあ、この時代、私、確か大学生だったんじゃないかなと思うんですけどね。えっ、ー、とね、俺はね、大変でしたね。まずガソリンスタンドは土日休業になりました。それからトイレットペーパーを代表とするような生活必需品が高騰しました。えー、夜のね、テレビ放送が軒並み中止になって、ネオン類ね、夜のネオン広告類も点灯しないというふうになった。というようなことがありました。まあ 石油の値段が上がると、こんな混乱が起きるということですよね。えー、そこでですね2度の石油急騰というのは、まあ、オイルショック2度については簡単に説明したことが前提なんですけども、えー、その後、日本政府はどのような対策を立てたと思いますか、これはまあ思いつくまま子どもに言わしたいんですけども、一つは石油の備蓄基地の建設ですね、この程度のこと、子どもをひらめくかなと思うんですけどもね。 福井県にもね、三国というところに巨大なタンク群が並んでいます。もう一つは石油依存からの脱却ですね、石油だけに頼っているとこういうことになるということで、実はこのあとね、原子力政策が推進されるわけなんですけどもね、もちろん再エネの推進もあったわけですけども、まあ、ここのところをね、問題とすると、この日本のね、輸入の弱点と、ね。 一番基幹となるエネルギーを輸入に頼っているという部分が浮き彫りになるかなということで、ここを中心に扱えば、こ,この、ね、授業は十分かなというふうに思っています、はいえー。3時間目は日本の輸出の特色ということで、これもこの、ね、世界地図、日本の輸出額の世界地図と輸出品の取り扱い額の変化のグラフを扱います。もううちょうど輸入とほぼ同じ流れになりますね えまず、世界地図の方から、あ輸出とは簡単に言うとどういうことですか外国に物を売ること。それぞれの国に何を輸出してますかノートにまとめなさい。これも国,、ね、国ごとにまとめさせます。例えば、アメリカだと、えー、自動車、精密機械、鉄鋼、コンピューターと、こういったものを輸出しているということがわかります。えー、続いて、輸出品の取扱額の変化のグラフに行きます。2018年、つまり最新の日本の輸出主な輸出品は何ですかと3つ書きなさい。と え次にね、機械類とはどのようなものですかと、これはなかなか理解難しいと思うんですけど教科書に、ね、集積回路なんて言葉もちょっと触れているので、子どもたち気がつくかなと思うんですけども、この集積回路などの電子部品、えー、このちっちゃなパーツ類は、日本は圧倒的な力を今なお持っています。えー、簡単に真似ができないんですよね、えー、ですからね、これはかなり優位性を持っていると。 いいいうようよなな話少ししてあげるといいかなとか、えー、次にですね、日本の輸出額と輸入額を比べますということで、えーね、前の時間、輸出品の取扱額の変化を見ました。で今度は輸入品の取扱額の変化。この私が、ね、簡単に作ったイラストのようなこのグラフなんですけども、これには載せてないんですけども、それぞれの年度の、ね、取扱額が載っています。これ引き算するとね、 簡単に結果が出ます。これ、さっさと子どもたちに引き算をさせると、ご覧のように、1980年はマイナス2.6兆円ですね。これは1980年がマイナスになった理由は何ですかこれ、前時でやってますから、オイルショックによる石油の急増。それ以外を除けばね、日本は基本的に貿易クロージーがたくさんたまる国だったんですが、2018年になって、下がってきてますね。まあこの間 私は日本、日本アズナンバーワン、日本が世界一になるって言われた時代も経験してるんですけども、この頃はね、日本車が売れて売れて、アメリカの自動車工場が圧迫を受けて、アメリカの労働者たちが腹を立てて、日本の自動車を燃やすだとか、壊すといったもうセンセーショナルな画像をニュースなんかでもたくさん見ました。まあ、日本だけが儲かるような構図っていうのは、もう今は許されることではないですよね。その後日本は まあ輸出規制を自分の国に、日本にかけて、その上で現地生産、アメリカの労働者を雇って、アメリカで自動車を作るというようなことを始めていったわけですね。まあ、このような輸出と輸入の調整ということをやっていったわけです。まあ、こういう話はね、えー、子どもたちにやっぱりしてあげないといけないと思いますね。えー、さて、そこでですね、2018年になって、またマイナスになりました。教科書、資料集から調べて、理由をノートに書きなさい。 これ慎重に、ね、子どもたちが読み取れれば、ね、まあ、海外生産、現地生産なんて言葉もありますから、現地で生産するようになったからだよということは読み取れるかなと思うんですよね。まあ、それと同時に国際分業の進展ということで、まあ、日本の家で家庭製品なんていうのはかつて日本のお得意分野だったんですけど、もう今、ほとんど外国製品ですからね、こういった話もしてあげるといいと。そしてもう一つ 化石燃料の輸入像、これは、ね、東日本大震災によって日本の原子力発電所が一,一度全部止まりました。この間、不足する電力を補うために石炭、石油、LNG などを大量に購入してきたわけです。これらによって、まあ マイナスになっているわけですけれども、やっぱり一番の理由としては、国際分業の進展ということになるかと思いますね。ですから、もうこれからは輸入と輸出も含めたバランスの良さというのが求められると、まあ、それは次の時間にしっかりやろうと思うんですけれども、まあ、そういうような形で事業を進めてはどうかということです。はい、4時間目はこれからの社会ということで、まあ、日本は貿易によって、ね、国を成り立たしていますから、 これからの社会を、ね、どう生き抜くかという点で言えば、もう外国との関係を良くする、輸入するためにも輸出するためにも必要です、そしてもう一つ、日本の一番のネックというのはあの、工業製品を作るためのエネルギーが日本で自給できないということですよね。 えまあここが最大のネックだということだけは子どもたちにしっかり理由を,をね理解をさせておきたいと思います、でそういうようなこうアバウトな概念、どうやってということですけど、これは教科書を読むしかないと思うんですよね、えー、ですから、あまあ最初、説明から入って、日本は石油などの資源を,輸入,して製品を輸,出輸入して製品を輸出することによって工業生産をしてきましたと。 資源が乏しいね国である日本がこれからも工業生産を続けていくためにはどんなことに気をつけなければいけませんかと教科書を読んで考えをノートに書きなさいということで教科書をしっかり読ましたいですね。これはが 国との関係を良くするということと、まあ、資源を有効に使う、教科書では、ね、再エネルギー再、再生可能エネルギーをかなり強調して書いてあるんですけども、こういうようなことを読み取れると思います、そこでですね、もちろんこれから日本は再生可能エネルギーの、ね、有効活用に力を入れていかなければいけないんですけども、ちょっと教科書の記述だけですとね、再生可能エネルギーに対するあまりにも、ね、大きな期待を抱きすぎじゃないかなというふうに私は思いますね。 それから再生可能エネルギーという言葉の定義、どれほど子供どたちを知っているのかなというふうに思いましたので、これはネットを使ってね、再生可能エネルギーとは何ですか調べなさいと。同じくね、再生可能エネルギーの長所と短所は何ですかということも調べさせたいと。長所はね、再生可能エネルギーはまあ国産エネルギーですからね、自前のエネルギーですね、地熱にしても太陽光にしても風力にしてもそうですよね。それからこれは比較的低酸素。 ね、酸素を使うあの、ごめんなさい、低炭素ですよね、CO2 をほとんど排出しませんから、えー、ただしね、えー、非常に、えー、これは電力源として、まあ、特に電力として使う場合ね、安定しないと、しかもコストが高いという問題があります、ここ教科書、あまり触れてないのは、僕、私、残念に思うんですよね、実は私、エネルギー教育にかなり興味を持ってまして、自分の家にね、えー、もう20年以上前に太陽光発電の設備を乗っけました。 これデータも3年間取りました、これ、補助金をもらうためにで、これはね、ペイできるようなものじゃないです、特に日本海側では、まあ、これは自分の話になるんですけどもね、えー、もしね、太陽光だけで電力を補おうとすると、必ずバックアップ電源がいります、つまり、えー、それで全部ね、えー、賄おうとすると、雨が降ったり、曇りの日っていうのは、もう全然発電できないわけですから、そういう時に備えて、別の発電設備を必要とするわけですよね。 これがかなりのコストになってしまいます。そういうようなことをね、やっぱ頭に置かないといけない。それから電源が不安定ですから、電気の質が悪いんです。この電気の質についてもあまり語られないんですけども、一定した電圧が常に保てるっていうことが、実は日本の優秀な工業製品と関わってくるわけです。えー、半導体を作るだとか、それから、 精密部品を作るために工作機械を動かすときに電圧が不安定だといい製品ができません、日本は電気の質が高いという点でも非常にいいんですね、えー、そういうようなこともちょっと、ね、子どもたちの頭に入れておく必要があると思います、もちろん、ね、何度も言いますが、再生可能エネルギーの割合をこれから増やしていくというのは極めて重要なことなんですけども、やっぱり問題があるんだということを、ね、理解させておく必要があると思います。 えー、その上でこれ、教科書にはないんですがね、日本のエネルギー政策と、今 3E プラス S ということで、えー、まず安全性を第一に置いて、その上で安定して供給できる、しかも経済効率、まあコストがあまりかからない、そして環境適合、CO2 あまり、えーね、出さないというような方法、夢のような方法なんですよね。こ簡単に叶いません。それでじゃあ、日本は今どういうことを考えているかというと、エネルギーミックス、いろいろな電源,源,電源のね、 電源のもとになるエネルギーをね適度に配分して、えー、最も効率的な発電エネルギー今ほとんど電気として使われることが多いですからそういうふうに使っているんだということでこれは日本原子力文化振興財団に載っていた2030年の電源構成ということで、えー、こういうようなことを今2030年にイメージしているんだということでこれは日本原子力文化財団 のとところに行けばねねすすぐ見つかると思います、ね、2030年の電源構成というような検索かけてもらっても見えると思いますね。現実にこういったさまざまな電力源をうまく構成して将来のエネルギーを、ね、に備えようというふうに考えているわけです。こういったこともね、えー、少し情報として入れるといいかな。それから バーチャルウォーターの問題なんかも非常に面白いですよね。日本は水が豊かな国なんですけども、実は食料品を大量輸入するということは、水を輸入してるということになるんですね。最新のものを調べてみたんですが、えー、日本国内で使う水を100とすると、実は自国内で賄っているのは25%程度で、75%は輸入してると、つまり食料品として輸入しているんだよというようなこともありました。 こんな話もね少し交えてあげるといいかなとまあ環境問題とこれからの社会っていうのは切っても切り離せないことですからこういうような話もしてもいいかなというふうに思いますはいご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです